どうもお疲れ様です、まあ、ギャルのパンティーをくれですかあのシーンは私もねあの月刊誌じゃない週刊誌か週刊誌で見てましたよ最後に、まあ、ああいうオチが来ることは私はなんとなく予測ができていたんですよね、まあ、こういうくだらないオチで続くんだろうなと思ってたら、まあ、本当にまあそうだったかなっていうのと当時鳥山明さんはね何かっていうとあのギャルのパンティーみたいなねそんなシーンがよく出てきてたんでうなずけるかなってことです、まあ、いわゆる予定調和ってやつなのかなと思いますよね うん、まあでも人っていうのは何に安心するかっていうと何かをやらねばならないとか何かチャンスが舞い込んできたっていうところに一つは安心するんですよ。というのが自分にチャンスが舞い込んできた自分のやることが分かったっていうところでまず一つ安心します。次の話は何かっていうとそれをできない理由が見つかるんですよ。っていうのが見つけるのが上手なんですよ。チャンスが舞い込んでできたでも これこれの理由でできませんっていうのがあると、あ、自分は不可抗力でチャンスが舞い込んでも、あできなかったのか、だから成功できないんだっていうふうに原因が分かって安心するんですよ。でも、それは自分の目指すものが手に入ったから安心するのっていうのとは程遠いわけですよね。だから私が思うのはね、確かに会社は大変でしょう。う副業に精を出すと、もしかしたら本業に影響が出るかもしれない。でも、副業しないことによって、本業によってね、 生活とか人生に影響が出てるってことに目をつぶっちゃいけないのかなと。うん。だから今日副業で稼がなくても、とりあえず今日何か起きることはないですよで。逆に副業に力を入れることによって、自分の生活や健康に一時的にはダメージがあるでしょう。例えば、副業をやってて眠いとかね、副業の中でトラブルが起きて本業に身が入んなかった。それはあるでしょう。でも続けていくことによって、だんだんこなしていけるんですよね。まあそうすることによって、 本業と副業の両輪が取れていって、そしていずれ本業と副業が入れ替わって、かつての本業はなくなっていって、副業が本業になっていく。こうやってどんどんね、あの媒体変更していくものじゃないかなと思うんですよ。え考えてみたらね、私たちも、まあちょっと月刊少年ジャンプ、周年少年ジャンプの話が出ましたんで、そこをね、例にとると、私の場合は、 いつだったかな中学生の頃にねジャンプってものを買い始めてそれからマガジンとかねサンデーっていうのに3種を買うようになったわけですよその他にマージャン雑誌も買うようになって、まあ、毎月毎月ね結構漫画雑誌をいっぱい買うようになったんですよそれこそねすごく積み上がったような感じになりましたでもアルバイトも始めたんであの高校になってからね別に漫画誌ぐらいは買えるようになったんですよでも社会人になってもっと稼ぐようになってどうなったかっていうと漫画はどんどん減っていきましたしまいにはなくなりました だからだん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 変化していくんですよだん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 本も増えていってだん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 本も減っていってみたいなねそしてまあ今に至るわけですけども最初はマージャン店とそれからネットビジネスの両輪でしたけども今はマージャン店もありませんし店舗一店舗やってもやってないですしねそれからあのお客様とか従業員に対しての目配せ聞く画稼も従業員に対しては今なくなりまして今は完全に熟成産だけになってきましたんでねすごくシンプルで、えーまあ、いわゆる付き合いやすい そんな、ね、ビジネスとの関係になったかなってところですよね。だからだん,だん、ね、こう扱うものもの変わってくるんですそっか塾だけだった私に今 FX のオリガルヒってものができてきて2つの柱でやってるみたいな感じだったりとかねで個人的な投資もあるんでじゃあ柱が3つだよねとかスマホ事業もやってますんで4つだよねとかねその他のことやってるんで5つだよねとかって感じで,でだんだんシンプルになったものがまた広がっていってで時とともにまたまとまっていくのかなってことですよね。 だから常に物事変化するし自分で変化させないといけないのかなと思うんですよ、うん、必要な時にはそれを採用して必要なくなったらやっぱりこうおオミットしていくとかねそういう風な動きっていうのがすごく大事なんだろうなと思います、ね、はいまあギャルのパンティーですから懐かしいですね「ドラゴンボールね」ねもうドラゴンボールっていうか漫画なんて見ることがなくなりましたけども、うん、かつて見た漫画を思い出しながら今に生かすってことはできるのかなと思いますそれではいってらっしゃい